今日は2人に持ってってください。足元のみで、はい、じゃあおめでとうございます。小さな男ですな。なんすか、なんすか。いやでもおかげさまで無事にね1周年1歳になりましたんで、ウルトラもちゃんと1歳だからね。1歳って言うんですね。そうそうそう、あ、そうなんですね。そう、1歳になりました。ありがとうございます。でもこれは今ちょっとね出れないんで、うちのスタッフさんとか、うん、まあ、関係者の方皆さんに助けられてやっとここまで来れた。うん、本当そうですね、はい。次2年目3年目いけるようにちょっとどんどん精進していかないといけないんで、うん、まあ、ぜひこれからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。まああとねこれをね容認してくれてる社長にも俺は言っとかないといけないんだよ。え、私ですよね。え、ちょっと待って、ちょっと待って、今ちょっとびっくり、私に感謝ですよね。 まずね、ここはもうね絶対にもう感謝感謝。あ、そうですよね。はい、ならいいです。はい、どうぞ。一人画角へ、一人画角へどうぞ。まあこれをねみんなで分けて食べましょう。はい、そうしましょう。皆さん、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、はい、もう一つ、あのね、今月12月中に来ていただけると、はい、皆様にちょっとしたねプレゼントをお渡ししてるので、よかったら12月中に一度でもお越しいただければなと思います。日程は今ここら辺に書いておきますね。ここら辺に書いておくので、ぜひ今月中にお越しください。ありがとうございます。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。お疲れ様です。佐々木くん、今日何の日？今日、うん、一周年。おお、さすが、さすがですね。夏を作ってる男だけある。夏を作って、ここまで来ました。ありがとう。これからもよろしくね。お願いします。